はい、休日を捧げようツモローズです。今日はスタジオですね。なんと見慣れない方がいますが、こんにちは、ゆうきと言います。ゆうきさん、おーいえーい、ありがとうございます。本当休日を今日は捧げていただいておりますが、高校生、こう見えて35歳。わお、見えない。わお、もう絶対海外行ったら絶対酒売ってもらえないよ。日野さんほどじゃないですけど。日野さん中学生だもんね。いや本当若いよね。どうやったらそうなるんですかね。ということで、行きましょうか。金子彩乃さんの光の方へ。でした。またねー。